カシリビマブイムデビマブは、レゲン株の商品名で販売されている、米国のバイオテクノロジー企業のリジェネロン、ファーマシューティカルズ社が開発した実験薬である。これは CO、COVID-19 パンデミックの原因となった SARS 株マイナスにコロナウイルスに対する体制を作り出すために、設計された人工的な抗体カクテルである。これは、カシリビマブとイムデビマブの2つのモノクローナル抗体で、 構成され、混合して使用する必要がある。二つの抗体を組み合わせることで、頭皮変異を防ぐことを目的としている。また合剤としても販売されている。コビットナインティーン患者を対象とした臨床試験において、カシリビマブとイムデビマブを併用投与することで、プラセボと比較して、治療後28日以内に、疾患進行するリスクが高い人のコビット ナインーン関連の入院や救急外来受診が減少することが示された。コビッナインティーンの治療に使用するための、この治験薬の安全性と有効性は引き続き評価されている。カシリビマブとイムデビマブの緊急使用許可を裏付けるデータは、軽度から中等度のコビッナインティーン症状の入院していない成人799名を対象とした。 無作為化20毛剣プラセボ対象臨床試験に基づいている。これらの被験者のうち、266名は、カシリビマブとイムデビマブを 2400mg、267名は、カシリビマブとイムデビマブを 8000mg、266名は、プラセボを SARS 株マイナス2ウイルス検査で陽性となってから3日以内に、単回静脈内投与した。 臨床試験において事前に規定された主要評価項目はベースラインからのウイルス負荷の時間過重平均変化であった。カシリビマブ及びイムデビマブを投与された被験者の7日目のウイルス負荷の減少量はプラセボを投与された被験者よりも大きかった。しかしカシリビマブとイムデビマブの併用投与が有効である可能性を示す最も重要な証拠は COVID-19 に関連する医療機関への受診、特に治療後28日以内の入院及び救急外来受診という事前に定義された複次的評価項目から得られた。疾患進行のリスクが高い被験者では入院及び救急外来受診の派生はカシリビマブ及びイムデビマブ投与群では平均3%であったのに対しプラセボ投与群では9%であった。 カシリビマブとイムデビマブの二つの容量のいずれかを投与された被験者ではウイルス負荷、入院及び救急外来受診の減少への効果は同様であった。2020年9月現在、レゲン株はリカバリー試験の一環として評価されている。2021年4月12日、ロシュとリジェネロンは第3アイ印象試験レグナ株2069が主要評価項目と 副次評価項目の両方を満たし、非感染者の感染リスクを81%低減し、症候性患者の症状が回復するまでの期間をプラセボ群の3週間に対して1週間に短縮したと発表した。2020年11月21日、米国食品医薬品局は、SARS 株マイナス2ウイルスの直接検査で陽性と判定された。 体重 40kg 以上の12歳以上で重度の COVID-19 に進行するリスクが高い人を対象に軽度から中等度の COVID-19 の治療薬としてカシリビマブとイムデビマブを併用する緊急使用許可を発行した。これには65歳以上の人や特定の慢性疾患のある人が含まれる。カシリビマブとイムデビマブは 腸脈内注射で一緒に投与する必要がある。カシリビマブとイムデビマブは COVID-19 が原因で入院している人や COVID-19 が原因で酸素療法を必要とする人には認可されていない。COVID-19 が原因で入院した人々に対してはカシリビマブとイムデビマブの治療の利点が示されていない。カシリビマブや イムデビマブなどのモノクローナル抗体は、交流量酸素や人工呼吸を必要とする COVID-19 の入院患者に投与すると臨床天気が悪化する可能性がある。2021年6月、A はが改定され、SARS 株マイナス2ウイルスの直接検査で陽性と判定され、入院や死亡を含む重度の COVID-19 に進行するリスクが高い、成人及び 小児患者の軽度から中等度のコビットナインティーンの治療を目的として未承認製品であるレゲン株の鉱材の使用と個別のバイアルとして供給されるレゲン株を一緒に投与する使用を認めるとされた。そのエウアはリジェネロンファーマシューティカルズに発行された。2021年2月1日、欧州医薬品庁の欧州医薬品委員会は Covid-19 の治療及び予防を目的に、リジェネロントロシュが共同開発しているレグナ株に交代、併用療法のデータのローリングレビューを開始した。2021年2月、CHMP はレグナ株にとして知られる、この防剤を酸素補充を必要とせず、重度の COVID-19 に進行するリスクが高い、人々に対する確証した COVID-19 治療に、 使用できると結論付けた。2021年5月5日、インドの中央医薬品標準規制機構は、ロシュとリジェネロンに対し、カシリビマブ、イムデビマブカクテルを国内で使用するための緊急使用許可を与えた。この発表は、インドにおけるナインティ1 9パンデミックの第2波を鑑みて行われた。ロシュインディアは、シプラとの提携関係を持ち、 シプラが同国内で本材を販売することを認めた。2021年7月19日、日本において、ロシュ酸化の中外製薬が承認申請していたカシリビマブとイムデビマブの抗体カクテルロナプリーブを厚生労働省が特例承認。世界で初めての正式承認であり、軽症患者に対して使用可能な日本国内初の治療薬となった。レゲンカブは、 ニューヨーク州レンセラーにあるリジェネロンの米国主要製造拠点で製造されている。2020年9月、レゲン株の製造能力を有効活用するため、リジェネロンは既存製品の製造をレンセラーからアイルランドの都市リムリックに移し始めた。リジェネロンはロシと米国外でレゲン株を製造及び販売する契約を締結している。 2020年10月2日、リジェネロンは、米国のドナルド・トランプ大統領が、サーズ株マイナスに検査で陽性となった後、レグナ株2を8グラム単回投与したと発表した。この薬は、大統領の主治医からの人道的使用の陽性に応えて、同社が提供したものである。ありがとうございます。